さて皆さん、今回の選挙、まず安倍さんは、安倍総理はアベノミクス、この道しかないと言ってます。皆さん、アベノミクスで生活が豊かになった、良くなったという方、もし皆さんの中にいたら手を挙げてください。誰もいない、まあ、ほとんどいないというべきでしょうね。中にはいるかもしれません。だけど今安倍さんが言ってるのは、いや確かに浸透は遅れてるが、やがてこれは全体が良くなっていくんだと言われる。皆さん本当にそうなんでしょう。アベノミクスがあと数ヶ月すれば全体にいい影響が及ぼっていくというんなら、どうして今解散総選挙するんですか。それまで待てばいいじゃないですか。自信がないから解散したんでしょう。もっと悪くなるかもいけないと思って解散したんじゃないですか。皆さん、アメリカ型の社会になってしまいますよ。例えば派遣法の改正、安倍さんやりたくて仕方がない、派遣労働をやりやすくする、正社員が減る、それが成長戦略だと言って安倍さんは言う。しかしその行き着く先はアメリカ型の二極型の社会ですよ。いや、もうすでに日本は先進国の中でもだんだんアメリカに近い形になってきた。貧困層が増えて、中間層がだんだん少なくなって、一部の本当にいい人たちと大部分のそうでない人たちに分かれる日本になってしまった。こういう流れを皆さん止めなきゃいけないんです。中間層が厚い、一昔前は一億総中流と呼ばれた、そういった時代を私たちはもう一回取り戻すためにしっかりと頑張っていかなきゃいけないんです。アベノミクス、これは期待外れです。よくうまくいってないんですよ。そのために皆さん、今回の選挙、私たち民主党を勝たせていただきたいんです。鈴木勝馬さんを勝たせていただきたいんです。もし安倍自民党が勝てば、あ、この道でいいんだ、この道しかないんだ、さらにこういうことが進んでいきますよ。どうか皆さん、まずアベノミクスに対してこれは期待外れだ、そのことをはっきり意思表示するために民主党を、そして鈴木勝馬さんを勝たせていただきたいと思います。